はい、こんにちは、シャツカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第788回をやっていきたいと思います。今回は独占均衡ということで、まあ、独占企業が、ある場合に、まあ、どういった、ね、価格と数量で均衡するのかというのを見ていきたいと思います。で、縦軸が価格ですね。で、横軸が量としたときに、まずはここの需要曲線がありますと、ね、そしてここに限界費用曲線がありますと。限界費用曲線っていうのは、まあ、簡単に言ったらこう供給曲線と、まあ、同じ意味で取っていいですよね。なので、まあ、今まで たくさんやってきたこう完全競争市場だった場合に需要と供給の図ですよね。需要と供給ですよね。で、その場合は結局需要と供給の場合はここで均衡して、均衡価格でこの数量が提供されるということですよね。だから需要曲線と供給曲線で、で、この均衡点で価格と数量が提供されるということですよね。まあ、ちょっと、符号を合わせると、こっちを9として、まあ、まあ、なんでもいいんですけどね。まあ、しておきましょう。はい、ということです。ね、そして、それに今回は独占っていうのを考えますから、ここに1本線を、増やすわけですね。何の線を増やすかっていうと、ここに1本線を増やします。これが1つ前の787回でやった限界収入曲線です。限界収入曲線ですね。独占企業の限界収入を表している曲線、限界収入曲線ですね。で、この限界収入曲線っていうのは、この需要曲線の傾き2倍の線であるっていうのは、1つ前の787回でやりました。だから、いつもやっているものに1本線が足されているということですよね。じゃあそうなった場合に、じゃあね、どういうふうにこう均衡が変わるのか、ね、価格と数量の関係はどういうふうに変わるのかということです。繰り返しになるんですけど、もし独占じゃなくて完全競争市場ですね、完全競争市場の場合は、需要、供給、均衡点、価格、数量、これですよね。だから、需要、供給、ね、均衡点、価格、数量ですよね。で、それが独占になった場合、どう変わるのかということです。その時にこの1本引いた限界収入曲線っていうのが関係してくるわけですね。そうすると大企業は利潤最大化するためには、限界収入イコール限界費用で物を生産す、で生産量を決めるとの利潤が最大化するっていうのはやりましたよね。ってことは、ね、限界費用はこれです。限界費用はこれです。限界収入曲線はこれです。ってことは、限界収入イコール限界費用、限界収入イコール限界費用ということであれば、ここということになります。ここで生産量を決めるということになるんですね。つまり、ここが1万で、で、結局これで生産量が決まります、ね。限界収入イコール限界費用で均衡したところで生産量を決めるわけですから、ね、結局ここで均衡しているということになります。独占企業においての均衡点というのはここですよね。で、そしたら生産量は R で決めるということになるわけですよね。そしたら結局生産量は R って決まりました。じゃあ価格はって言ったら、価格は結局これをずーっと上げていった時のここですよね。つまり価格は H になるということになります、ね。まずここが決まります、ね。まあ、3番4番としましょうか。34とこうですね。なので限界収入イコール限界費用で均衡します。ここで均衡しました。生産量が決まります。生産量が決まったならば、この生産量は一体いくらで販売されるんでしょうか。それは H ですというふうになるわけですね。っていうふうになるわけですよね。そうすると結局これがどうなるかっていうと、
こうなったということになりますね。はい、そうするとどうなったかっていうと、結局もし競争市場だった場合は、競争市場だった場合は競争市場だった場合は価格が P で、価格 P で量は Q ですと。価格 P で量は Q 提供されます。ところが独占企業だった場合は、独占市場だった場合は独占市場だった場合は価格 H で、価格 H で、そして量は R が供給されるということになりますよね。はい、ということが分かればいいということになりますね。本当だったら、ね、価格 P で数量 Q が提供されるはずなんですけど、独占市場なので1社しかやってないので、だから価格 H で量は R が供給されるということになります。ということは、競争市場と独占市場を比べたときに価格は上がるということですよね。結局競争市場から独占市場になった場合は、競争市場から独占市場になった場合は価格は上昇すると、で数量は減少するということですよね。完全競争市場の場合と独占市場の場合で比べたときは、価格は P で供給されるはずのものが H で供給されるわけですから、価格は上昇しますよと。逆に数量は Q で提供されている、され Q だけ提供されるはずのものが R しか供給されませんということになります。そうすると、まあ、消費者からすると、ね、消費者からすると結局市場が独占されたためにね、本来よりも高い価格で商品を買わなければならないということですよね。逆の言い方をしたら、企業からしたら完全競争市場よりも高い価格で提供することができるということです。で、逆にその社会全体、市場全体から見ると、競争市場よりも独占市場の場合は提供される数量が減るということになりますね。で、これがこの図から分かればいいということになります。なので、まあ、限界収入、限界費用を交わったところで均衡する、そしたら生産量が決まる、生産量が決まったら販売価格も決まりますということですよね。で、という形でこう、ね、見方が分かればいいということになります。で、次回はこの続きということで、じゃあ、ね、消費者余剰ですね、消費者は一体どれだけ利益があるのか、ね、そして独占企業はどれだけ利益があるのか、そして完全競争市場が、ね、結局社会全体の、ね、余剰は最大化するということは、独占市場になった場合は、ね、独占市場になった場合はこう損失が生じるんですよね。社会全体においての、ね、損失が生じる。完全競争市場で社会全体の余剰が最大ということは、独占市場だったら余剰が減っちゃうんですよね。で、その損失はどうなるのかっていうのは次回見ていきたいと思います。今回はこのグラフを、の見方ですね、このグラフを見て、結局独占企業が存在する独占市場になった場合は、価格が P から H に上がり、そして数量が Q から R に減るというのが分かればいいということになります。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。